動画、ジャニーズ会見裏話、ラージラージ、ロングロングで、すべてを知る c さん白橋元副社長のマスコミコントロール術、芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。9月7日にジャニー北川氏による性加害問題をめぐるジャニーズが行われたが、その場にジャニーズ事務所のメディア対応スタッフとして知られる白橋ま元副社長は、 姿を見せなかった。マスコミ関係者にとっては、縁深い白羽元副社長について、芸能取材の吸いも甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能ジャーナリスト、佐々木以下、佐々木、あと先ほど安倍さんの中からも出てきたんですけど、いわゆるジャニーズの長年広報のトップとして君臨というか、白羽結偶さん。 白羽瀬元副社長が不参加だったというところにもちょっと批判が。なかなか一般の人は白羽瀬さんって言っても、石岡さんも、白羽瀬さんもわからないですよね。タレント石岡舞、以下石岡、わからないです。芸能リポーター安倍かすみ、以下安倍、わからないの白羽瀬さん。私たちはもう白羽瀬さんあってのジャニーズですよ。 本当にジャニーさんもメリーさんと、私たちの真白ハセさんという人も、表には一切出ないんです。芸能ジャーナリスト佐々木博之、以下佐々木万頭さんですね。安倍本当に現場で仕切ったりとか、現場でこそこそって囁いたりとか、とにかくいろんなことを、メディアの操作をする方表には出ないのね。記者会見が始まっても後ろの方で見てて、 私たちが変なこと聞かないかどうかをチクリ、チクリチェックしてるみたいな方なんです。けれども、だから、それだけにジャニーズ担当の新聞さんとか、リポーターさんとか、方たちというのも、お付き合いがとても深いですよね。ミ杉ギアさんは一番お付き合いが多かったですかね。安倍いや私は。この中ではそうかもしれません。 見過ぎ現場に行かれることも多かったですしね。